しくけど、どうぞ。チョコあげたことある？もらったことある？は？くだらない、興味ないわ。じゃあマキはチョコあげたことないの？もらったことないの？え？チョコあげたの？もらったの？うん、今日のエリってばしつこくない？ちゃんと質問に答えないからいけないんじゃない？そんなこと言われても。ニコちゃんはどうなのよ？ニコにはモテないマキちゃんとは違います。はあ？モテないとかやめてよ。ニコにはほら、なんといってもラブの象徴みたいなスクールアイドルでしょ。確かにそうかもしれないわ。だからバレンタインデーともなればチョコはダンボール500箱分くらい届いちゃうし。500？ ちょっとニコちゃん、それ本当なの？うん、本当に決まってるじゃない。すごいわニコ。ニコって本当にラブの象徴だったのね。ニコにといえばラブモテ、ラブモテといえばニコに。ラブモテ？つまりマキちゃんとかエリとは全然違うってことニコ。私だって違わないわよ。まさかマキのラブの象徴？まさか。マキちゃんって頑固だしモテなさそうだもん。そんなことないわよ。私みたいにパーフェクトだとお誘いも多いわよ多分。そうだったの？エリは何にもなさそうね。うん、私だって何もないわけじゃないかもしれない。理想の相手とかはわからないけど、恋をするなら幸せな気持ちになりたいなって。それって当たり前すぎない？当たり前かもしれないけど、そういう気持ちってうっかり忘れちゃいそうで。エリの言いたいことはわかるわ。でもそれって相手がどうこうじゃなくて自分の気持ちの持ちようじゃない？そう言われてみると確かに。じゃあマキはどんな人がいい？私？別に特にない。そうなの？誰でもいいっていうわけじゃないんでしょ？わかんないけど、誠実な人がいいかな。嘘をつかない人がいいっていうことよね。ちっちゃな嘘くらいならいいけど、大事な時に絶対裏切らない人がいいな。大事な時に裏切られたら信じられなくなっちゃうものね。ニコはどんな人がいい？ニコにはみんなのニコにだから、特定の相手を見つけるなんて罪深いことはしないニコ。それさっきも聞いたし。ミューズで活動してる今とっても幸せだから、恋で幸せにっていうのも想像つかないのよね。わかる。幸せだし、そういうのに使う時間もないもの。二人とも、それでいいのよ。だって、私たちはみんなのスクールアイドルだもん。